こんにちは、レタドールマイピーです。ですね、今日は、新しいシリーズなんですけど、外野から内野への、カットの正しいつなぎ方、効率のいい中継プレーの、コツと練習方法の、基礎編ということで、お伝えをしていきたいと思います。でよくですね、思うことがあるんですけど、もしあの時こうしていたら、もう少しカットが早くつながっていたら、もうちょっとこうだったらっていうですね、思い返す場面っていうのが、いくつもあると思うんですけど、僕も、そういう場面を体験したし、実際そういうことを子どもたちにこう体験させてしまったっていうこともですね、あるんですけど、その中でですね、共通して言えることが、なんでそうなっていくかですね。例えば、カットプレーに関してもですね、やっぱりいいチームとそうでないチームの、違いっていうところで、挙げていきたいんですけど、まずやっぱりですね、ボールを、一つ目がボールを取った人と、投げる目標までの、カットマンがですね、つながってないってことですね。どういうことか、これについてですね、どういうことかで、それに対しての対処法も含めて、お伝えをしていきたいと思います。でまずですね、今ここにですね、向こうがホームベース、ちょっと見えづらいかもしれないですけど、ホームベースを置いてます。で、まっすぐ赤い線を引いてます。で、ボールを取った、ボールを打球を処理した人がこの位置だったとします。この位置だったと。で、中継する人が、ここではなくてこの位置にいた場合ですね、そこから向こうまでまっすぐボールをつなぐのと、ボールをこういうふうにこっちへつないで向こうへつなぐのと、どちらが、1秒でも 0. 何秒でも速くなるのかっていうことを考えたときに、やはりそのまっすぐつなぐっていうことが、大事ですよね。そういったことをまずできてないから、できてないから、まずそこでタイムロスが発生するっていうことですね。でもちろん逆に言えば、そういう練習をしてない、させていないということにも、原因がありますので、じゃあどうしたらいいのかっていうことで、お伝えすると、もう見たことがあると思うんですけど、単純にですね、逆に今向こうにホームベースがある方で打球を処理して、そちら側に送球をすると考えた時にですね、ボールを取る人、ボールを取ってキャッチする人が、向こうから今投げました。で、その前にですね、目標がここだとしたら、キャッチした人が向こうにいるわけですね。キャッチしようとしてる人が、ボールが向こうに行ってるわけですね。なので、やはりボールを、取る人がどのぐらいの位置で取るのか。で、そこから、投げる目標までが、どうしたら直線につながるのかっていうところで、こういうふうに手のひらを、両手のひらをしっかりと、広げて、まっすぐの軸を作ってあげて、でその状態で投げる方向とこういう形でつないであげます。で、かっこ悪いとか、いろいろ子供たちから声があったりとか、年が大きくなればなるほどそういうことをするのがダサいとかいう声があったりするんですけど、実際それによって、わずかなズレを修正できる基準点ができますので、そういったことをやっていくっていうことはやっぱり必須かなと、思います。そういったことの積み重ねによって、自分がどの位置でまっすぐになってる、なってないっていうところがのですね、判断基準というものができてきますので、やはりそういった、積み重ねをまず大事にすることによって、やってもらえたらいいのかなと。で特にいつも言ってるんですけど、人の目は必ず錯覚があります。実際今こうやって見てるものでも若干のズレがあったりとか、本当は、遠近とかでもそうですよね、ここにありそうで実際はもっと遠くにあったりとか、もっと遠くに見えるものが近くに見えたりとか、そういったふうに、人間の目にはそういった錯覚とか誤差が必ずありますので、そういった部分でもしっかりと基準を作ってあげるっていうことが大事になってきますので、まずそこを改善点の一つとしてやってもらえたらなと、思います。で、もう一つ、よくですね、カットプレーがうまくいってない人たちのですね、ありきなところがですね、距離感ですね。
ボールを取った人と投げる人までの距離感、この人の肩であればここにいる必要はない、もっと後ろで引いて取ってあげればいいところを、まあ、引けてないってことですね。じゃあなぜそういったことが起こるのかっていうとですね、普段からキャッチボールとか、を同じ人とばっかりしてですね、自分のチーム内の仲間がどの人はどういうフォームで投げてどこまで投げれるのか、どれぐらいの肩の強さがあるのか、でまたその人はコントロールがいいのか悪いのかっていうところの、自分たちのチームの中のことを知る努力をやってないからこそそういったことが起きるわけなんですね。例えば僕が外野手で、中堅に放るときは、例えばどこまでいて、どこにいてもらったらいいからとか、そういう会話をしていくっていうこともやっぱり大事になってきますので、普段からキャッチボールをですね、相手チーム同行よりもまず自分たちの仲間、がどういうプレーをするのか、どういう動きをするのかっていうことを知ることも大事になってきますので、そういった意味でまずキャッチボールの時からしっかりと仲間内でですね、いろいろローテーションしながらやるっていうことですね。あいつは下手だかやらないとか、そういった小さい心がですね、プレーの自分のプレーを逆に小さくしていってしまいますので、まずそこに気がつかせてあげることが大人の大事な役目なんで、子供じゃそういったことは絶対に分かりませんので、やはりその経験豊富な大人がまずそういったことを考えて、子供たちに指導していくっていうことが大事だと、考えてますので、まずそこを、修正していきましょう。で、もう一つですね、投げるボールが雑ですね、カットマンに対して投げるボールが、ボール投げました、こっちに投げたり、こっちに投げたり、ここに投げたり、あるいはここに投げたりですね、そういうふうに投げる位置がバラバラであればあるほど、例えばボールをキャッチして、この位置でキャッチしてボールを投げるのと、この位置でキャッチしてボールを投げるのと、結局は体から離れた位置で取ることによって、離れた位置で取ることによって自分の体の方に持っていくか、あるいはそっちのグラブの方へ自分の体を持っていくか、そして投げる、自分の体の近い位置で、投げるっていうことが基本動作になってきますので、まずそれを考えると、やはり、自分の体の 近い位置、そして自分の、取ってすぐ投げられる位置ですね、こういうところに行ってもやっぱり持ってこないといけませんので、やはり持ってくる位置に近い位置にどれだけボールを放れるかっていうことが大事になってきます。じゃあそのためにはどうしたらいいのかっていうところで、内野手の、守備力アップのコツだったりとか、下級生向けのキャッチボールのコツっていうことでお伝えしてたと思うんですけど、まあそういうのでも、こういうまっすぐな線の上でですね、腕をまっすぐ振る練習ですね、腕をまっすぐ振る、でしっかりと、ボールの高さがですね、しっかりと安定した高さを出すためにも、投げる位置、後ろから投げる位置をしっかりと安定させるですね、こういったところから投げたり、こういったところから投げるんじゃなくて、投げる位置を安定させるってことですね、前から見た時も横から見た時も投げる位置を安定させて、前でボールを離す位置も安定させることによって、横にブレる幅と縦にブレる幅をなくしていくっていう、修正ができてきますので、そういうですね、練習をしっかりとやるキャッチボールの時から、そういった練習をしっかりと積み重ねて、こういうカットプレーの時にしっかりと相手きれいに投げるっていうことがですね、つながってきますので、まずその練習方法、詳しくは、内野手の守備力アップのコツ、カテゴリーの中にありますので、それか、下級生の、キャッチボールのコツっていうところで、このラインを使ったやり方っていうことでお伝えしてますので、まずそちらを、ご覧いただければと思います。で、最後ですね、これ4つ目なんですけど、取る方も、取り方が、雑だと。で、いつどんな時もですね、ボールを片手で、キャッチしていると、いうことなんですけど、これどういうことかっていうと、例えば、こういうふうに、相手が綺麗な位置に投げてきたとしても、片手でこれをキャッチするのと、手を少しグラブの近くに添えておく、つけろっていうことでもなくて、近くに添えておくだけでどれだけスピードが違うかってことなんですよね。やはり片手で、
キャッチしてそこにボールを取りに行くかグローブを持っていかないといけませんので、基本は取りに行きますので、取りに行くまでの時間ですね、それを短縮してあげるわけですね。でボールをもしかしたら落とすかもしれない、で手を添えていることによって落ちるボールをこういうふうに落球を防ぐことができるかもしれない、そういったことにもですね第2のミスを、防いだりすることもできますので、キャッチしてボールをキャッチして素早く投げるという動作に、つなげられるようにですね、しっかりと、手を、グラブの近くに添えて待ってあげるっていうことがまず一つ言えることですね。であとはじゃあ低めに来た時はどうするのよですね、低めに来た時はどうするのよ、でその低めになった時にこういう状態で取ってもまたグラブを持ってきてから投げないといけない動作ができますので、低めの時は自分の腰を落としてですね、こういう状態で取るのではなくて腰を落としてこの状態で取って投げていくっていうやり方の方がスムーズに移行できることができますし、また考え方を変えてもらいたいんですけど、やはりここで取らないといけないように動いているのは誰なのかっていうことをやっぱり気づかないといけないと思うんですよね。やっぱり相手がここに投げてきたからではなくて、もう少し自分が前に行って取ることはできなかったのか、そういう技術力とかレベルを上げていくっていうことでもですね、ここで取るのかここで取るのかっていうのが全く変わってきますので、まずそういったところをですね、まず基礎的なこと、動きをですねマスターをしていく、でそのカットプレーの練習の中でそういったことを伝えていくっていうことがまず大事になってきますので、そういう積み重ねをですねまず一つ一つ大事にしてもらいたいなと、思っています。で最後ですね、ボールをですねまっすぐつなぐで、素早く、カットして素早くボールを放るためにですね、ぜひやってもらいたいことがあるんですけど、線でですね体につなぐっていう 線の上でまっすぐですねつなぐっていうことはもちろん大事なことです。で大事なことなんですけど、まずボールをここで取るのとここで取るのどっちがスムーズに投げることができるのかなって考えたときに、やはりここだと思うんですね。でそう考えると、まっすぐつないだときは体の中心で線をつないでますけど、実際ボールを投げるときっていうのはボールを相手が投げるときまではこういう状態で体を相手が体めがけて投げやすいように投げさせていいと思うんですけど、取る瞬間には自分がその線の上でですね、取る瞬間にはその線の上、ボールが流れてきた線の上でボールをここでキャッチできるように、この状態でまずキャッチするっていうことが大事かなと僕は教えています。でここからですね、ここからがまた大事なんですけど、ボールを取ってからですね、ボールを取ってからこういうふうにまた動きを始める子が結構いるんですけど、ボールを取ってからではなくて、もうボールを取ってからすぐ投げれる、ボールを取ったらすぐ投げるっていうことに、少しでも早く相手につなぎたいので、そこを効率よくやっていくためにですね、ボールをキャッチする瞬間、ボールがまだグラブに入る瞬間ですね、キャッチする前に向こうからボールが来ているとしたら、ボールがグラブに入る瞬間に、グラブに入る瞬間に足をその場でステップさせてボールを素早く投げるってことですね。こういう動きをですね、ボールを取って素早く投げるっていう動きの中に加えることによって、ボールを取ってから投げるっていうですね、一旦止まってしまう、流れが止まってしまうということを、防げますし、効率よく素早く、投げる動作に入れるっていうことにもつながっていきますので、まずまっすぐ体のラインで軸を作ってつなぐことは大事だけど、キャッチするときはその線の上でボールをキャッチする、こういうところでまたまっすぐなこの体のラインでボールを投げてしまうと、間違いなくボールがまたこっち側に、ボールがこっち側にずれてしまうのか、こっち側に、グラブをこっちに持ってくる
来るかになりますので、投げる人にも体めがけて投げなさいと、体めがけて投げなさい、で取る人は一歩自分が一歩下がるか、右足だけ一歩下げて、そしてその状態で投げるかっていう形でですね、そういった教えをしてあげることによって、投げる相手は目標をめがけて、体っていう目標をめがけてしっかりと投げることができるし、取る人は取って素早く効率よく相手にボールを渡すことができるっていう流れになってきますので、まずこういったことをですね、カットプレー、中継プレーの、基本プレーとしてですね、1本の線の上でですね、例えば、5人1組ぐらいのですね、状態を作ってあげて、やっていくっていうことが、大事になってきますので、こういう先の延長線に、練習の延長線に、応用プレーとかが、出てきますので、また次回は、中継、カットプレーですね、の、応用編をお伝えしたいと思います。今日はありがとうございました。